笑っていいとも終了の余波は、収まるところを知らない。そこで、いいとも、32年の歴史から、かつてのオープニングバウトとして定着していた、テレフォンショッキングで起こった、衝撃アクシデントを挙げていこう。有名人が有名人の友達を紹介、その輪を数珠つなぎしていくテイストの、長寿コーナー。現在は、番組が選出したゲストで構成。友達の設定をぶち壊したのは、女優の矢田亜希子だ。先輩女優の大竹しのぶに、はじめまして、と言ってしまった。似たようなケースは、声優の平野亜矢。ツイッターで、打ち合わせが終わったと挙げ、突然電話がかかってくる設定の内幕をばらしてしまった。これら設定は、番組に必要な演出と言える。しかし、そこに物申したのは、歌手の千正を、大滝栄一。打ち合わせを無視した上に、ドタキャンしている。行き過ぎた演出を、本番中、口に出してしまったのは、アーティストの青山テルマ。トーク中に客席から、歌って、という声が飛んだが、青山は、見ちゃいました、とぽつり。スタッフが、女性に耳打ちで指示を出した瞬間を見たと、バラしてしまった。平日公開生放送で、客席とステージの位置もかなり近いため、ヒヤリとさせられた珍事件も当然、起こった。芸人の、山崎邦正が出演した回は、伝説の一つ、タモリから、悩みない?と質問された次の瞬間、客席の男性が、タモリさん、いいとも、が年内に終了するって本当ですか?とぶつけたのだ。CM 明け、男性が座っていた席に、熊のぬいぐるみが置かれていたことから、強制退場させられたことが判明。以降、バラエティで、放送禁止タレントが座っていた席に、熊のぬいぐるみが、座らせられるという珍現象が流行った。史上最もおぞましい事件といえば、演歌歌手の加山明夫がゲストの回。登場前、素人男がステージに上がり、タモリの横のゲスト席に座ったのだ。騒然としたスタジオ、さすがのタモリも対応に困ると、慌てたスタッフが取り押さえ、事なきを得た。まだ携帯電話もネットもない時代。一歩間違えれば、と考えると、ただただ恐ろしい。何が起こっても、大前自弱としていたタモリ。今後、彼を超える昼の顔は出現しないだろう。